こんにちはお元気ですか元気があれば何でもできるいぶせです、えー。今回はね、この話題を取り上げたいと思います。21世紀は魂の時代です。そしてなぜか心ひかれるアーミッシュの暮らし。 今回はね、このアーミッシュのね、暮らしぶりを紹介したいと思います。ああ、なんだ、アーミッシュね。なんでね、よく知ってるっていう人はね、まあ、あのスルーしていただいて、えー、い,い,といいと思うんですが、えー、アーミッシュ何それっていうね、えー、そういう人もいるかもしれません。えー、そういう人はぜひともアーミッシュの暮らしぶりをですね、知ってほしい。もうね、あこういう風に暮らしてる人が世界中にいるんだっていうね、もうびっくりしますよね。まあ、確かに彼らの生活は極端すぎます。 うん、まあま似しろって言ったら私はちょっとむ無理かなって思うんですけどでも21世紀は魂の時代ですからねアーミッシュのような生き方を私たちはどこかで求めているようなまあそんな気がするんですよねじゃあその一体アーミッシュってどんな生き方してるんでしょうかねそれでは早速いってみましょうねアーミッシュとは まあ現在ね、アーミッシュと呼ばれる人々が世界中に推定35万人いると言われています。えー、主にアメリカのペンシルベニア州ね、えー、あとカナダのオンタリオ州、まあ、そこら辺に住んでいるということなんですが、まあ、街中に住んでるわけじゃなくて田舎に住んでるんですよ。 田舎で自給自足の生活をするドイツ系移民の宗教集団なんですね。まあ、あの、宗教集団っていうとね、まあ、独自のコミュニティをね、作って、あのね、オウム真理教みたいなね、なんかそういうカルトを、ね、あのイメージするかもしれませんが、全然違います。アーミッシュは、ルター派のプロテスタント、まあ、もう、れっきとしたルター派なんですよね。原則的に快楽がですね、禁止されていまして、 もう文明の流れがあの移民当時の200年前で止まっちゃってる、まあ、そういう人たちなんですよね、えー、ちょっとねウィキペディアからね、えー、その特徴をですね、えー、引用して、えー、紹介したいと思いますまず交通,交通手段ね、えー、交通手段は馬車です馬車車乗らないというねすごいよね、えー、アーミッシュの唯一の交通手段は馬車なんです まあ、自動車の行き交う道をね、これで走るんですよね。ですから、まああのー、交通事故も多いみたいですね。で、アーミッシュの家庭においては、家族のいずれかがアーミッシュから離脱した場合、たとえ親兄弟の中でも絶縁されて、えー、互いの交流が疎遠になってしまうということなんですね。えー、そして怒ってはいけない。 喧嘩をしてはいけないという、そういう規律があるみたいですね。えー、読書もしちゃいけないらしいです。ね。聖書と聖書を学ぶための参考書は許されてるんですけど、それ,それ以外はね、本読んじゃダメなんだそうです。あと、賛美歌以外の音楽も聴いちゃダメだと。ロックンロールとかね、もうヘビメタなんてね、聴いちゃダメだということですね。あと、平井心を立ててはいけない。あのね、雷っていうのは神の怒りなんだって。 それを避けることは神への反抗とみなされるんで、それで非井心は立てちゃいけないということですね。あと、義務教育。ね、義務教育以上の高等教育を受けてはいけない。大学へ進学するなんてありえないっていうことなんですね。あと、女性はね、化粧をしてはいけない。派手な服を着てはいけない。保険に加入してはいけない。保険でね、えー、まあ、要は予定説に反するからなんだそうです。あと、一度結婚したら離婚はしちゃいけない。 あと、男性はね、口ひげを生やしちゃいけないの、そうです。まあ、歴史的に口ひげは、えー、男性の魅力の象徴とされることがあったため、えー、口ひげはダメだと。まあ、ただし、あごひげやね、ほひげは許されるんだそうです。すごくないですか、これ。<laughs> ね。えー、学校教育っていうのはすべてこのコミュニティ内だけで行われ、教育期間は8年間。 なんだそうですで1972年に連邦最高裁において独自学校と教育をすることが許可されているんだそうです。ちゃんとね公的に国が認めてるそうです。まあアメリカがね、アメリカとカナダが、まあ、認めてちゃんと教育はしてるそうですねで。教師はそのコミュニティで育った未婚の女性が担当するそうです。 で教育機関が8年間だけっていうのはそれ以上の教育を受けると知識が先行し謙虚さを失い神への感謝を失うからなんだそうですまあアーミッシュはね現代文明を完全に否定しているわけじゃないんですよええ、まあ、自らのアイデンティティを喪失しないかどうか慎重に検討した上で必要なものだけを導入しているんだそう まあ自給自足の生活なんだけど、まあ、電気とかね、多少の、まあ、冷蔵庫とかそういったものは取り入れる。まあ、基本的にね、大家族で生活していますので、その家族内で相談するんだそうです。まあ、例えば、おい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 、スマホってのがあるらしいで、どうするそれは何をするもんなんだいまあね、離れた場所にいる者とあの会話するための通信手段なんだってよ。 まあ時計にもなるし、インターネットというね、えー、バーチャル空間とつながるらしいで。そんなわけのわからんもん、さっきっとな、サタンの手先に違いない。そうじゃそうじゃ。毎月通信費が1万円ほどかかるらしいで、それはまさにサタンの所業じゃな。スマホなんかいらんわい。となるわけですよ。わかりましたまあそうやって、まあ、みんなで考えて。 相談して、そ,れその文明を手に、えー、こう取り入れるか取り入れないかを、まあ、検討するそうですね。で政治的には、神が正しい人物を大統領に選ぶ、まあ、そういう信条があるので、まあ、積極的に、ね、あの有権者として関わることはないんだそうです。まあ、でもね、トランプさんのあの選挙の時には、田舎から馬車に乗って出てきて、選挙に参加したんですよね。私、そのニュース見ました。 あのニュース見てアーミッシュっていう存在に私知ったんですよね貧しいけど心は豊かアーミッシュっていうのはね、えー、先ほども言いました自給自足の生活ですから質素で貧しい家ばっかりなんですでもね自由な時間はたっぷりあります野山をね駆け巡ったり花や蝶や まあ、そういったものとね、戯れる。そういったことが、もう大自然の中で遊ぶっていうことができるわけですよ。まあ、おそらく戦争が起きても、アーミッシュたちは攻撃対象から外されるんじゃないでしょうか。 生活が質素ですからねあの持ち物もほとんどないですから、まあのね、あの危険を察していち早く安全な場所へ移動するっていうのも、まあ、簡単にできますよねあと大恐慌が来て都会ではホームレスがあふれ食料がなくなったとしてもアーミッシュの生活は変わりません自給自足ですからねまあそもそも貨幣経済に左右されない人たちってことなんですよね心惹かれません株価や 外為、買いため円高だとかね、ドル安だとか、そんな、そんなものの変、ね、そんなものがね、この変動しようが、株価が変動しようが、アーミッシュには関係ないわけですよ。ニューヨークの大企業がボン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 倒産したとしても、アーミッシュの生活は変わらないわけ。ね、なんか良くなくないですかまあ、現代の生活からおおよそかけ離れた生活をしているわけ。それが、まあ、アーミッシュの人々なんですが、 コミュニティ内では互いに支え合って密接な関係を築いているんです。まあこれがめんどくさいとかね鬱陶しいっていう人もいるかもしれませんけどだけどまあ貧しいけど心は豊かってことじゃないですか。誰かがね家を建てるときは村中の人々が集まって一緒に建設するわけ。 あの大工の上手い人が出てきても釘打ったりとかね壁張ったりとかしてくれるわけですよみんなが協力して家を建ててくれるわけで困っている家族があったらあ村中が助けてくれるわけ若者が悩んでいたら村の誰かがり寄り添って相談に乗ってくれるわけですよ素晴らしいと思いませんかまあ私は今ね沖縄の那覇市でマンション暮らしをしていますが隣の部屋の人 ととまず会うことはないです同じ階の人と助け合って生きるなんてもう絶対にありえないですよね、えー、私のお兄ちゃんはあの広島に住んでますし姉ちゃんは佐賀に住んでますで一人娘がいるんですけどその娘は今東京に住んでますからまあ家族はバラバラですよね家族が助け合うっていうこともほとんどないですよねまあ日本ではそれが当たり前ですけどね まあ行きつけの飲み屋の、ね、常連客と世間話をするっていうことはあるけど生活をね支え合うっていうのはちょっと考えられないですよね経済的なことや精神的な悩みとかね飲み屋でねあんまり相談するっていうことはないですよねまあ相談してる人もいますけどね、えー、まあアーミッシュがね100%自給自足かというと実際はそうではありませんスーパーに買い物に行くっていうこともあるんですね まあそのため多少の収入はあります。キルトとかね、えー、雑貨、あと民芸品なんかを作って販売して、それで現金を得ているわけ。あとね、アーミッシュの人々が被ってるストローハット、麦わら帽子ですよね。そんなものを売ったりもしています。まあね、素朴な雰囲気でね、えー、い,い,いい品物ですよ。まあ中にはね、観光地化している地域もあります。 アーミッシュの集落の近くに、取れたての新鮮な野菜や果物を使ったお料理を提供するレストランもあるんですね。まあ、ただ、資本主義に毒されるっていうことはありません。日本人みたいにね、長時間働いたりとかね、上司の顔色を伺って、忖度するようなことは一切ありません。もちろん、満員電車にね、乗って1時間もね、えー、こう、ぎゅうぎゅう詰めで通勤するなんていうことは絶対ありません。 自分のペースで自分の力の及ぶ範囲で働くわけですよ。ねえ心惹かれませんか <music> じゃあ病気になったらどうするのこのね病気との関わり方はアーミッシュの家々で異なるそうです薬は絶対に使わないっていう家もあればいや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 せいろがんやお大谷さんだったらいいんじゃね いいうそういうそ家があるってことですよねまあそれにねあの中にはですよ最先端医療を受けるアーミッシュもいるんですね。冠動脈バイパス手術とかねカテーテル大動脈弁植え込み術とかねあと持続腰圧呼吸療法とかねまあ、いろんなこうね医療機器を使ったそんな医,医療を、ね、受けるっていう人もいるわけ。まあ人それぞれなわけですね。 あとねハーブ療法ってあるじゃないですかハーブハーブとかアロマセラピーとかホメオパシーとか、まあ、そういう統合医療ですよねそういった統合医療を積極的に取り入れたりしてますあと胸の村の中にね村の中にカイロプラクティックの診療所があったりしますカイロプラクティックって知ってますかねあの生態みたいなもんですね手技療法です で、ボランティアでお医者さんがアーミッシュの村に診療に訪れるっていうこともあるそうです。もちろんね、私がやってるヒプノセラピーとかね、瞑想なんかね、そういうスピリチュアルな方法も彼らは取り入れているということですね。まあ、治療法は家によってそれぞれなんですが、死、死ぬっていうことに対する考えは概ね一致しているそうです。病気や死を 自然のものと受け入れ最後を病院で過ごすということはほとんどないんだそうです。病院では死なないっていうねすごいですよね死を受け入れるという、まあ、この、ね、発想がアーミッシュの中にはあるわけですよでアーミッシュの生活っていうのは極めて質素ですから肥満でブク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 太った人はほとんどいないんです健康体なんですねそもそもがね あの日本の医療はね胃ろうとかさ排泄物のパイプをさもう死に間際になるともう体中に刺してさ延命治療を施しますよねで多くの場合日本人の場合はこの病院で意識のないまま人生の最後を迎えていくっていうそういう死に方が日本のはもう今スタンダードになってますよねどうですかアーミッシュのように家で亡くなる 家族に見守れながらスーッと眠るように死んでいく。そういう方がいいのか、病院で1年も2年も延命治療して、その後息を引き取るっていう、そういう死に方がいいのか。アーミッシュの生き方に心惹かれるのは私だけでしょうか。アーミッシュはカルトではない。あの、カルト教団というのは、恐怖とか、 脅迫観念で、あのー、コミュニティから外へ出させないように。まあ、いわゆる同調圧力ですよね。日本のカルト集団って大概そうですよね。同調圧力をかけて、あのー、外に出さないように、出さないようにしていきますよね。ところがね、アーミッシュはそんなことはしないんです。アーミッシュの子供が16歳になると一度親元を離れて、属世間で暮らすんです。一年間ね。 すすごくないですか、えー、これラムスプリンガっていうそういう期間なんだそうです。ラムスプリンガ期間っていうのはアーミッシュのおきてから完全に解放されるわけ。先ほどねウィキペディアでおきてをねいろいろとねこんなことしちゃダメあんなことしちゃダメっていういろんなおきてをね紹介しましたけど、えー、16歳になったら子供はそういうおきてから完全に解放されるそういう期間を設けてあるんだそうです。 まあ酒を飲むやつもいれば、タバコを吸ったり、ドラッグしちゃう子もいるみたいなんですけどね。まあそんな風に、快楽を経験するんですよ。快楽はね、悪だよってあのその教えるんじゃなくて、一度ね、子供たちにその快楽を教えるわけ。で、映画を見たり、ゲームをしたり、楽しいことをいっぱいするわけですね。16歳になったらね。でもね、そのためにはお金が必要ですから、働かなければいけません。ね。 もう涙を流すほどのきつい労働もあるわけですよね。まあそんな風に資本主義のメリットとデメリットをこの時期にね、経験するわけですよ。そして18歳の成人になったらさらにもう1年間、今度はもう完璧にアーミッシュのコミュニティから離れるんですね。で まあ要は大人の判断能力を持った年齢で完全に属世間を経験するわけです。それで自分の頭で考えて、アーミッシュのコミュニティに戻るか、それともアーミッシュと絶縁して属世間で暮らすのか、自分で選択するんです。ね。らここら辺すごいですよね。 日本の宗教団体はね、2世とか3世とかいますけど、自分の頭で考えるってことは許されません。もう自分の頭で考えられないような子供を育てていきますよね。同調圧力をガン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 かけておいて、かけておきながら、プレッシャーかけておきながら、一応自分の頭で判断したんでしょみたいなことを言うわけですよ。ひどいですよね。まあそう考えると、アーミッシュは決してカルトではないんだなって私は思うんですけどね。どう思いますか まあただねあの社会に閉ざされたコミュニティですから、まあ、児童へのね子供への性的虐待とかね負の面も過去にはあったようです。まあ、いずれにしてもアーミッシュの生き方は現代人の私たちにちょっとちょっと立ち止まって考えてみたらどうですかっていうふうに、まあ、そういう、ねえー、疑問を投げかけるような、まあ、そんな生活ぶりかななんて思います。 いかがだったでしょうか私はね、アーミー氏のような生活は到底できないなって思うんですけど、魂になんかビン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 響くんですよね。アーミー氏の生活を見てるとね、文明を否定する方へ極端に触れちゃやっぱりいけないと思うんです、ね。真ん中、中道を行くっていうグレーゾーンも大事だと思うんですけど、ですからね、私はね、提案したいのは、半年に1回、1週間ぐらい。 電波の届かないところで、まあ、大自然の中で質素なあのサバイバル生活をする、まあ、そういう時期期間1週間ぐらいでいいと思うんですよねあのそういうサバイバル生活っていうのもね何かね必要だなーなんて思うんですよねアーミッシュのような生活を半年に1回1週間だけ経験,経験するんですよ自然の中に身を置いて自分の生き方を見つめ直す時間が現代人には必要なんじゃないでしょうか 魂の声に耳を澄まして「本当は何がしたいの?」って質問すれば必ず魂は答えてくれますからやりたくないことをいやいや続けていたら幸せにはなれませんもう病気になってしまいますからね森や海や花に囲まれて神々と一体になる時間をぜひ持っていただきたいまああのー、私が考えるそういうのに適した場所それはね 沖縄のやんばる地方じゃないでしょうか。やんばる地方が最適だと私は思います。以上、今回はここまで。いいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。チャンネル登録もね、ぜひぜひよろしくです。最後までご清聴ありがとうございました。